こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では夏に活躍する3つの靴をですね、皆さんにご紹介をしてみたいと思います。夏のファッションって僕は結構難しいなと思うんですよね。これはなぜかというと着用点数が少ないからなんですね。冬に関しては結構重ね着ができるのでおしゃれがしやすいんですが、一方で夏の場合はあまり重ね着をすることがないですよね。まあ、上半身に関しては半袖の T シャツだとか、あとは半袖のシャツですね、こういったものを1枚ないし2枚で着ることが多いですし、ボトムスに関しても短パンを履いたりだとか、長めのパンツを履いたとしても丈が短めでシンプルなものだとか、このように結構シンプルな着こなしになってしまうんですね。そうなると意外に大切なのが靴なのかなと思っています。夏場の靴って結構目立つのかなと思っています。まあ、先ほどもお伝えした通り、夏場のパンツだったら短パンですとか、長めのパンツだってもくるぶし丈ぐらいにすることが多いので割と靴が目立つんですよね。ですので春夏の着こなしこそ靴というものを皆さんにもですね、しっかりと選んでいただきたいなと思っています。ということで今回の動画では夏場に活躍する3つのですね、靴を持ってきました。こちらの3点の中から気に入ったものを1つか2つぐらい揃えてもらうと夏場の着こなしがぐっとおしゃれに見えるかなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。はい、ということで早速1足目の靴からご紹介したいなと思うんですが、まず最初に皆さんにご紹介したいのはこちらのですね、リビエラのスリッポンスニーカーになります。こちらはですね、今さっき事務所に届いたばかりの新品ホヤホヤの状態ですね。今年の夏は僕はこれをガンガン履きたいなと思っているんですが、このリビエラというブランドはここ数年セレクトショップで取り扱いが多くなってきたブランドで、まあ、例えばユナイテッドアローズですとか、エディフィスですとか、エストネーションですとか、このような大手のセレクトショップで取り扱いがあるようなブランドになっています。見ていただくと分かるかなと思うんですが、メッシュ状になっていて足を入れた時にもですね、かなり涼しいんですね。そして作りはスニーカーっぽくなっているので、すごく歩き心地のいい一足に仕上がっています。リベラのスニーカーは結構カラーバリエーションがたくさんあるんですね。僕も普段のスタイリングから割とお客様にご提案することが多いんですが、一番使いやすいのはこちらのですね、ネイビージに対して白のソールがついているもの、これが一番活用しやすいかなと思っています。まあ、大人っぽい雰囲気もありますし、ネイビーとホワイトというのは清潔感があって爽やかな印象になります。そしてどことなく海をイメージするような配色になっているので、僕はこういった靴をワンマイルウェア的にも履きますし、海なんかに出かける時にも履くようにしています。エスパドリールのようにかかとを踏んで履いてもいいので、結構ですね、気軽に履きやすい靴なのかなと思っています。まさに真夏にうってつけの一足なので、ぜひ皆さんもですね、こういったものをセレクトショップで見ていただきたいなと思っています。まあ、最近ではこういったものをセレクトショップだけではなくて楽天市場でも取り扱いがありますので、下の説明欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらも参考にしていただきたいなと思っています。はい、続いて2足目に紹介したいなと思うのがこちらですね。まあ、定番のテバのサンダルになります。こちらは昨年購入したものになるんですが、去年はめちゃくちゃ履きましたし、今年もすでにですね、ガンガンに使っているんですね。まあ、サンダルの中では今一番旬なものは何かと聞かれたら、僕はこのテバのサンダルなのかなと思っています。まあ、足首でしっかりとフォールドするような形になっていて、歩き心地もいいですし、水陸兼用で使いやすいので非常に使い勝手がいい靴かなと思っています。僕はこれを履いて海に行ったりですとか、子供と遊ぶことが多いのでガンガン走ったりもするんですが、結構ですね、脱げにくいので非常に使いやすいサンダルなのかなと思っています。まあ、サンダルの中で定番といったらビルケンシュトックなんですが、足元で旬な雰囲気を出すことは非常に大切かなと思ってるんですね。その点ビルケンシュトックのサンダルというのは定番で、このようなテバのサンダルというのは旬な雰囲気が漂いやすいのかなと思っています。まあ、大人の男性にも似合いやすいシンプルな形なので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。コーディネートは簡単で、どんな着こなしにも比較的馴染みやすいんですね。まあ、短パンにも合いますし、意外とジャケットを着用するような小綺麗なスタイルに足元をテバのサンダルで外すというスタイルもハマりが良かったりするので、結構綺麗めからカジュアルまで使いやすい一足なのかなと思っています。まだ持っていない方はこちらもセレクトショップで取り扱いがありますので、ぜひ店舗で実物を見て試着をしていただきたいなと思っています。はい、続いて最後3点目をご紹介したいと思います。こちらはもう動画の中ではおなじみのですね、白レザースニーカーですね。これはまさに夏にうってつけのスニーカーかなと思っています。僕はですね、結構白レザースニーカーいろんなものを持っているんですが、今回はあまりご紹介したことがないジャーマントレーナーという形
形のものを持ってきました。こちらは今年買ったマルタン・マルジェラというブランドものになるんですが、こちらは白レザースニーカーの中でも少しデザインが入っているので、シンプルすぎないところが魅力なのかなと思っています。このようなジャーマントレーナーというのは軍物をモチーフとしたものなんですけども、オールホワイトのものを選べば結構男臭さみたいなものが抜けるので、比較的合わせやすいのかなと思っています。僕はマルタン・マルジェラのものを履いてるんですが、 ZOZO なんかで探すとですね、だいたい1万5000円前後でこういったものが手に入りますので、ぜひ皆さんも検索をしていただきたいなと思っています。このような白レザースニーカーというのは1年中使えるんですが、特に夏場はめちゃくちゃ活用できるかなと思っています。足元が白いだけで爽やかで清涼感が表現できますので、ぜひ皆さんもですね、こういったものを夏こそ積極的に活用していただきたいなと思っています。定番はアディダスのスタンスミスなんですが、こういったジャーマントレーナーのようなものもありますし、あとは結構一押しなのはザラのオリジナルのレザースニーカーですね。ザラのスニーカーだとだいたい8000円前後で買うことができるので、ちょっと1万円以上はハードルが高いかなと感じる方は、ザラの白レザースニーカーを取り入れていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では夏場に活躍する3つの靴というものをご紹介させていただきました。もう一度整理すると、このようなリビエラのスリッポンスニーカーがあり、そしてテバのですね、定番のサンダルがあり、そして僕が動画の中でも何度もお伝えしている白レザースニーカーというものがあるという形になっています。まあ、それぞれ個性がありまして、この中で一番カジュアルなのはサンダルですね。こういったものはワンマイルウェア的に持っておいて非常に便利かなと思いますし、遊びの場面でも使いやすいので一足アート間違いないのかなと思っています。一方でこれ一足だけだとやっぱり足元がカジュアルすぎるので、他の選択肢も必要なのかなと思っています。そんな時に役立つのがこちらのスリッポンスニーカーなんですね。サンダルよりはきれいめなんですけど、スニーカーよりは少しカジュアル感があるというところで、ちょうど中間的な役割をしてくれるアイテムなのかなと思っています。特にこちらのリベアのスリッポンスニーカーは様々なセレクトショップで取り扱いがありますし、おしゃれな男性が履いてることも多いので、今回ぜひ皆さんにお勧めしたい一押しのシューズになっています。僕もまだ届いたばかりなんですが、今年の夏はガンガン活用したいなと思っています。そして定番の白レザースニーカーに関しても、結構これは消耗品だと思うんですね。まあ、長く使ってると黒ずんできたり色が変わってくるので、まあ、何足か持っておくといいのかなと思っています。アディダスのものを持っている方は、今回僕がご紹介しているようなジャーマントレーナーを取り入れてみるのもいいかなと思いますし、少し変化球を取り入れながら白レザースニーカーというものをお楽しみいただければなと思っています。まあ、今回ご紹介した3足の中から気に入ったものを 1,2 足ぐらい買い揃えてみると、きっと夏場の着こなしがですね、素敵になるのかなと思っていますので、ぜひ取り入れていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。